安倍政権は年金を株式に投資して5兆円を超える損失を出したと言われています。皆さん、日本の財政赤字、歴代の自民党政権がこうやって作ってきたんじゃないですか。舛添は歴代自民党政権が作り出してきた赤字、これを全て労働者のせいにしました。社会保険庁の労働者のせいにしました。消えた年金問題の中で500人を超える労働者の首が切られました。でも皆さん、その裏で舛添がやってたの一体何なんですか。1階の旅行事故を起こして東京電力の社長を隕石地理にしたのに壊れる電波において国会や法の中で電波が増えています。しかし10年ぐらいやってきた、しかし安倍政権は残業に就職した後労働組合の委員会